皆さん、こんにちは。マリアです。さあ、今回の内容は、こちら。号泣、最高月組博多座公園、川霧の橋、感激レポートーということで、いやー、皆さん、ついに私、月組博多座公園、感激してきました <laughs> もう、めっ めちゃ良かったです。最高でした。新生月組。もうね、私、ツイッターとか、あと、インスタグラムでもね、皆さんに、たくさん告知をして、たくさん感想とかも、あの、書いたんですけれども、本当に素晴らしかったです。もう、新生月組、が全楽しみになりました。本当に。 <laughs> ということで、今回の動画では、お芝居の川切りの橋のみ、感激レポ、お届けしていきます。もうね、ショーのドリームチェイサーの方も、もう言いたいこと、も話したいことが山ほどありますので、それはまた別の動画でお届けしたいと思います。私ね、もう川切りの橋は、この YouTube でも何度となく大好きな作品だと、皆さんにね、お伝えしていますので、もうちょっと溢れすぎてしまう思いが、抑えられるかどうかわかりませんけれども、今回も、 作品全体の感想、そして主なキャスト別の感想、そして気になる生徒さんとかね、いたので皆さんにぜひご紹介させていただきたいと思います。最後までどうぞお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう <noise> はい、ということで、いやーもう 本当にね、川切の橋。いやー、素晴らしい作品でした。改めて見ても。もう本当に感動でした。私ね、どうしてもやっぱりこの作品が大好きだったので、再演が決まったら何としても見たいと思っていましたけれども、あの、大好きすぎて逆にちょっと、再演を見るのが怖い部分もあったんですよ。あまりに好きすぎたので。でももうね、そんな、そんな思いはどこへやらというぐらいに、本当に素晴らしかったです。 で、あの、まあ、このね、川切りの橋という作品についてご存知じゃない方もいらっしゃるかと思いますので、少しご紹介していきたいと思います。まあ、1990年、まあ、当時の 月組トップコンビでいらっしゃいました、鶴木美みゆきさん、そして小玉愛さんのさよなら公演となっていたのが、この川切の橋という作品で、あのー、もう大先生でいらっしゃいます、柴田先生の書かれた本当に素晴らしい名作と言われる日本物の,の作品です。で、今回はトップコンビのお披露目公演ということで、いやもうね、本当に楽しみにしていたんですけれども、 スカイステージとかでもね、月城かなとくんとか海の美月ちゃんお話しされていましたけれども、相当プレッシャーがあったんじゃないかなとは思います。あまりにも作品が素晴らしくて、あまりにも衝演が素晴らしかったので、演出、今回、ま柴田先生はね、もうすでにお亡くなりになられているということで、小柳先生が演出をされました。まあ、小柳先生というとね、割とコメディータッチの作品が多かったりするので、ちょっと意外に思われた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いやー、本当に素晴らしい作品を、小柳先生も かかかけられて嬉しかったんじゃないかないいと思いますで振り付けになんか若尾りさ先生とかも入っていらっしゃって初演に出てらっしゃった方が振り付けとしてまたこうやってね講演に関わっていらっしゃるっていうのが私的には本当に嬉しくてそこもね感無量でしたしあの今回初演アドバイザーということで。 鶴る美みゆきさん、そして小玉愛さん、ね、当時の月組のトップコンビのお二方がアドバイザーとして、あの、入っていらっしゃったというのもすごく嬉しいなって私的には思いました。基本的には演出、そして、まあ、構成、セリフとかも含めてですね、あと楽曲、あとセットとかも、当時のね、初演のものとはほとんど変わってなかったんじゃないかなと、うん、思いました。で、幕開きのその火事のシーン、 コウジロウとおみっちゃんが別れば、別れ離れになってしまう。そこのシーンから始まって、で、あの、太鼓を叩くシーン。で、お祭りに行くっていうあの流れがもう本当にね、初演のまんま、もう本当に初演のまんまでずっと鳥肌が立ってましたね、私はもう。なんでしょうね、やっぱりあの当時の自分を思い出すというか、客席で見ていた、まだ宝塚に入る前のファン時代の 自分の気持ちっていうのをすごく思い出しましたね。うーんやっぱりね、全体的には、本当に芝居の月組、その伝統がしっかりと受け継がれているなっていう印象を持ちましたし、なんか麗子ちゃんが、本当に、まあ、雪組からね、組替えをして月組に移動してのトップスターさんですけれども、本当にその月組の伝統というものをしっかりと あの継承しているトップスターさんだなーって私はね思いましたね本当に素晴らしかったですまあね日本物雪組にねいらっしゃった頃から馴染みも多かったですし慣れてもいると思いますので日本物の,の美しさっていうのも本当に群を抜いていて麗子ちゃん自身が本当に美しいんですよ皆さん見てみ見てくださいこの青天の美しさ <laughs> 最高じゃないですか、ね、れい子ちゃんめちゃくちゃ でしたよ本当に。本当に生で見ても。で、あの、太鼓の場面ですけれども、私、感激前にこういうメンバーになるんじゃないかなっていうのを皆さんにお伝えしていたかと思うんですけれども、まあ私の予想通り、あの、初演の配役のまま、今回の配役のメンバーが当て込まれているっていう感じでしたね。なので、えっ、ー、と、幕前で太鼓を叩いていたのが花房香音くん。 ね、たつきちを演じた花房かおとくんと、あと、杉太郎を演じたれんつかさくん。で、その後に、えっ、ー、と、まあ、こうじろうを演じている月城かなとくんが出てきて、で、せいちを演じる赤月知せくん。そして、ハンジを演じるほうずきあんさん。ね、この5人で太鼓を叩いていて、やっぱね、ほん、一応ね、宝塚の男役とはいえ、女性なので、太鼓叩くの本当に辛いと思うんですよ。大変だと思うんですけれども、 まあ、素晴らしかったです。本当に。あの、初編の時もね、やっぱり皆さん本当に素晴らしくって、なんか本当に男性が叩いているんじゃないかって思うぐらいに迫力があって、でも今回のね、メンバーもものすごく一生懸命訓練したんだろうな、練習したんだろうなって思える、その太鼓さばきというか。 息の合ったたところを見せててくれて本当に素敵でしたでその後のねやっぱり祭りのシーンにつながるところとかもまあ本当に江戸の町をしっかりとみんなが生き生きと生きていてあの切符がいい本当に江戸っ子のねみんなの姿っていうのをしっかり一人一人がそれぞれの個性で見せてくれていて嬉しかったですね。ね作品全体としてもねやっぱり私はこの江戸の人情というか 今はなくしてしまったようなその江戸の人たちの温かさ、周りの人たちとの関わり方っていうのが本当に素晴らしく現れた作品で、そんな中でそれぞれの人間模様、恋愛模様がこう、運命の歯車によってね、狂っていく姿とかがもう何とも切なくって、もう私ほんと最後大号泣で。 一緒に行ったもうお友達と、まあ、一幕ね終わった時にもうお二人ともボロ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 泣いてハッカチでこうえながら <laughs> っていう感じの本当に素晴らしい作品に感動しましたしこの素晴らしい作品をここまでのクオリティで再演してくれた月組生の皆さんに本当に拍手を送りたいなって、うん、思いました。はい で、今回、あの、まあね、主なキャスト別の感想に行く前に、もうどうしても特筆したいキャストがいたのでね、皆さんにお伝えしたいんですけれども、まずね、お子姉さんを演じていたこの方、うらら千里ちゃん。もうね、本当に素晴らしかったです。本当に素晴らしかったです。私ね、うらら千里ちゃんって歌が上手い印象はあるんですけれども、なんかお芝居でじっくり っととそのの姿を見たたことがなかったので今回いやーもう本当にそのセリフの言い回しとか立ち振る舞いとか役作りとか素晴らしいなと思って目を見張るものがありましたねあのお子姉さんってね、娼婦のあのお役なんですけれども娼婦の中でもやっぱりちょっと位のあるお役で あの初演の時はマイケアヤさんという本当に素敵な素敵な娘役さんが演じていらっしゃって割と上級生のね娘役さんだったんですよ。でこのお役をどういう風に演じられるんだろうなと思ってたんですけれども初演のマイケアヤさんとはあの全然違ったんですよ。でそのもう本当に自分でしっかり考えてきたおこうっていうその人物像っていうのを バーンと出してくれて、で、その、お子お姉さんにもきっと、いろんな過去があって、人生を背負って、ここに来てきて、そして、そんな中でこう、ハンジとか、奥美と出会って、そんな二人になんとか、こう、救いの手を差し伸べてあげたいというか、ほっとけなかった、そんななんか、姉さんの生き様っていうのも見せてもらえたような気がして、本当に素晴らしかったんですよ。 いや、もうセリフの言い回しとかもう本当に滑舌も良くって、その江戸に生きる娼婦のお姉さんの言い回しというのもすごく研究してあるんじゃないかなって思うような言い方で、本当に素晴らしかったです。もう本当にこれからも楽しみだなって思いました。うん。あともう一人、影揃うねえ、あの、歌っていたこの方、サあヤいちごちゃんというね、もう 本当に超下級生ですよ。ものすごい下級生です。プログラムで言うと、一番後ろのページに載っているような、こんなね、こんな一番後ろのページの一番上に載っているようなね、下級生の娘役さんなんですけれども、私ね、今回のこの月組全国ツアー公演で歌うまさんって結構いたと思うんですよ。なんですけれども、影揃うは、 あえてサーヤイチゴちゃんっていうことで、私、どんな風に歌ってくれるのかめちゃくちゃ楽しみにしてたんですよね。初演だと、羽地里さんとか星野ひとみさんが歌ってらっしゃったところで、もうその印象があまりに強くて、で、私もファン時代ものすごく真似をしていた、あの、そろだったので、ものすごい楽しみにしてたんですけれども、もう、下級生とは思えないぐらいに、 情感たっぷりに、この川切りの橋という世界観をしっかり壊さないように、幸次郎とおみっちゃんのその場面をしっかりと盛り上げてくれるような歌い方をしていて、いや、また新しいね、あの。 素晴らしい才能を持った生徒さんに出会えたと思って私本当に嬉しくなりました。これからもね、ちょっとこのサーヤイチゴちゃん期待して注目したいなと思うような本当に素晴らしい歌声の持ち主でした。はい。ということで、ここからはね、ちょっと主なキャスト別の感想をお伝えしていきたいと思います。まずは、お蝶を演じたのがこの方。かげつみやこさん。 ということで、杉田屋のね、あの、おかみさんなんですけれども、当時、今回も出演されていた京美佐さんが演じていらっしゃったお役で、あの、すごくね、印象に残っていたんですよ。で、そんなお役を、まあ、ね、今回一緒に出演されているということで、かげつみやこさんもどんな風に演じてくれるんだろうと思っていたんですけれども、やっぱりかげつみやこさん、本当に、夏子さん、お芝居が上手 <laughs> 思いました、ね、やっぱ切符がよくてねしっかりとその杉田をまとめる棟梁の奥さんとしてまとめるそして若い衆をまとめるっていうところがすごく頼れる女将さんだなっていうところを私は垣いま見ましたねこの役作りからうん本当に素敵でしたもう毎回ね違う姿を見せてくださって 本当にどれだけの引き出しを持っていらっしゃるんだろうと思うような芸達者な芝居達者な本当に月組を代表するお芝居の上手い生徒さんだなと思って今回も楽しませていただきました。はい。さあそしてそんな杉田屋をまとめる棟梁、美乃吉を演じたのがこの方。夢なるねさん。 ということで、まあ、ルネくんがね、もう、当領のお役をやるということで、上級生になったんですね。いやー、でも、こう、あの、初演の時期ね、相川真紀さんという、これまた上級生の、 とってもとっても素敵な男役さんが演じていらっしゃって。ルネくんもね、今回本当に頑張っていたなって思いました。普段はこうなんか可愛らしいところもあったり、こう、まだ幼いところもあったりするような若手の男役スターさんだなと思ってたんですけれども、まあ、夏子さんとね、ご夫婦の役で過ぎたをまとめる投領ということで、投領の風格、あのどっしりとしたところを出してきたなって私はね、本当に頼もしくなったなって思いました。なので、これでね、また 引き出しが1つ増えたのでこれからね、新生月組の本当に貴重な戦略と戦力となると思いますので、しっかりとね、見せつけていってほしいなと思います。魅力をどんどん発揮してほしいなって、うん、思いました。はい。さあ、そして、およしを演じたのが、この方。ゆいかれんちゃんということで、こちらがね、あの、小次郎の、まあ、後に女房になるお役で、初演の時は浅野加代さんが 演じてらっしゃったんですけれども、まあ、ゆいかれんちゃん、本当にね、その名の通り、とっても可憐な娘役さんで、私はずっとずっと注目していた大好きな娘役さんなんですけれども、このお役もね、本当にぴったりでしたね。あの、およしちゃんというお役は、本当に可愛らしい人で、とっても優しくって、 あの、気立てのいいお嬢さんでっていうことで、まあね、ちょっとね、不幸な出来事があるんですけれども、これを、ねまあ、見てから皆さん感じ取っていただければ嬉しいなと思うんですけれども、浅野佳代さんは、なんか、もっともっと、病弱な感じで、本当に今にも、あ、倒れてしまいそうっていう感じで演じていらっしゃったんですけれども、ゆいかれんちゃんは、なんか、 それでも、気丈に元気に振る舞おうとしてたり、明るく振る舞おうとしてるっていうところもしっかりとお芝居で出せていて、その、 およしちゃんっていう人の可愛らしさ、そして、おみっちゃんへの愛情、そして、こうじろうへの愛情っていうのもしっかりとね、短い出番なんですけれども、出せていて、なんかじわーっとこう、胸がね、温かくなるような、そんな本当にね、可愛らしいおよしちゃんを、うん、演じてくれていました。もっともっとね、私、ゆいかれんちゃんお芝居見たいなーって、やっぱり今回で思いましたので、新世月組で、またね、頑張ってほしいなと思っています。はい。 さあ、そして、たつきちを演じたのが、この方。花房香音くんということで、この役はね、あの、旅の小頭ということで、初演では、久世せいさんがね、演じていらっしゃった本当に重要なお役で、大きなね、お役だと思うんですよ。花房香音くんにとっては。ね初演のビデオとかね、映像とかもたくさん見たであろうと思いますし、プレッシャーだったんじゃないかなって、うん、思います。でも、そんなプレッシャーもね、全然跳ね抜けて、 幕開きのね、太鼓の場面もすごく生き生きと叩いていましたし、すごくね、あの、みんなをまとめる感じも出ていましたし、あ、なんか頼もしくなったなって、うん、思いました。やっぱりね、こういう責任ある役を与えられると成長するというか、これでまたね、ワンステップ上がったと思いますので、もっともっと新設気組で活躍してほしいなと思っています。はい。さあ、そして、杉太郎を演じたのが、この方。レン・ツカくん。 ということで、レンコンくんが演じたこのね、杉田屋の大工のお役なんですけれども、初演では若織さ先生がね、演じていらっしゃった役で、私ね、すごく杉太郎についても <laughs> 印象に残っていて、やっぱり大工の中でもね、一際目立つお役でしたので印象に残ってるんですけれども、なんか私、青天の姿のそのレンコンくん、幕開きのね、まあ、太鼓の場面からもそうなんですけれども、見てて、 私もう、かなめさんにすごく似てるなと思って、鈴風まさんにすごく似てるなと思って、そのお化粧の美しさ、青天のもう似合い具合が本当に、ああ、素敵だなって思いましたね、今回。もうめちゃくちゃ綺麗でした。日本物の,のお化粧がね、すごく似合っていて、いや綺麗だなって、まずその感想が先立って。で、そしてね、また、ひとたびセリフを話すと、まあ、滑舌はいいし、その、 江戸っ子の話口調というか、セリフの言い回し方とかもものすごく上手くって、杉太郎という人間の、その、役としての話し方はこうなんだろうなっていうのが、ものすごく伝わってきていて、その杉太郎という人物像も、ものすごく伝わってきて、やっぱり上手いなぁと思いましたね。本当に芸達者ですね、レンコン君。もう、私見るたびに本当にこの人が、楽しくって、本当に、 いや、毎回毎回、なんて客席を楽しませてくれる役者さんなんだろうなーってうーん、今回も感心しました。お歌もね、すごく上手ですし、いやー、本当に、あのー、これからがますます楽しみなので、もっともっと活躍してほしいなーって応援しています。はい。さあ、そして、コリン姉さんを演じたのがこの方、はるねあきちゃーんということで、 いやーこのね、芸者の役なんですけれども、紫智さんが初演の時演じていらっしゃって、まあ、切符が良くて、稲瀬で、粋なお姉さんなんですけれども、かっこよくってね、本当に素敵なお役なんですけれど、春あきちゃん、ぴったりでしたね。もう、本当に、またまたね、あの、いつもながらに芸達者のところを見せてくれて、このお役て、 で出番は短いんですよ正直で少しずつ出てくるようなお役ででもその出てきた時のインパクトっていうのがものすごく大事だと思うんですけれども出てくるたびにしっかりと印象づけていくそのねもう本当にね細かい芸が素晴らしいなと思っていていや春るあきちゃんもね本当にもう上級生ですからねこう上級生の娘役としてのお化粧の美しさとか日本物の所作とか芸者としての立ち居振る舞いとかそういうところもねしっかりと研究されて。 いていやー素晴らしいなと、うん、今回も思いいましたはい、さあそして元六を演じたのがこの方光月さんということでいやーおみっちゃんのねおじいさんのお役ということで名取麗さんが初演の時演じていらっしゃって何て上手いんだろうなって私は思,思いながら初演の時見ていましたけれども。 いやいや、どうして、ナトリさんと、本当に引きを取らないぐらい、本当に装飾がないぐらい、素晴らしい元禄を見せてくれました。もうさすがですね、コースキルーさん。本当に、本当に毎回毎回ね、あの、脱帽するようなお芝居をね、見せてくださって、そのもう、お芝居の間合いとか、セリフの言い方とか、なんでしょうねあ、この人はこういう風に生きてきて、こういう風にずっと思って、 過ごしてきて、今こういう風な思いで喋ってるんだなっていうのが、本当によく伝わるようなお芝居をされるので、か説得力があるというか、演じているっていうイメージがあんまりないんですよね。もう本当にその人そのものをいつも生きていらっしゃるので、今回もね、もう本当に、その、おみっちゃんの幸せを願う、元禄のその心の葛藤というか、まあ杉田屋との付き合いもある、孝次郎との関係もある。でもおみつのことを一番に考えて、 っていうそのね何とも言えない心の葛藤っていうのがすごくよくあの現れていていや本当に光月ーさん素晴らしいもう本当にさすがだなと思いましたいつもいつも素敵な演技で本当にありがとうございますはいさあそして次におくみを演じたのがこの方あまし樹里さんということでまあねこの親子は本当に とっても難しいお役だなって私は思っていて相模屋のねお嬢さんのお役で浅賀凜さんが当時演じていらっしゃったんですけれども、まあ、前半は本当にね箱入り娘のお嬢さんでいいところ育ちの本当に汚れを知らない素敵なな、ね、お嬢さんなんですけれども家、まあ、事を境に本当にもう人生が一定してしまってで体を売りながら生きていくというお役なんですけれどもなんかそのガラリと変わったところの。 役の、こう、なんていうんですか、演技の変え方っていうのも、本当によくね、甘ジ樹里さん演じていましたし、前半の可愛らしさから一点後半のその、なんていうんでしょうね、全てを諦めてでも自分を売ってでも生きていかなければいけなかった、その物悲しい女性の生き方、そういうところもね、本当にね、あの、もう本当に、心にね、ぐさ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 と突き刺さるぐらい、悲しくなるぐらい、 うまく情感をね、表していましたね。本当に私、おくみちゃんのお芝居で泣けましたしね、最後死んでしまうところとかも、本当に。 もう涙がポロポロ溢れてきちゃって、それぐらい甘しじゅりちゃんのお芝居が素晴らしかったなって思いました。あの前からね、たくさんいいお役もしていますし、責任あるポジションにはいましたけれども、ここに来てまたぐんとね、お芝居の力が上がったんじゃないかなって思いました。本当にこれから新世月組、もうね、すごくすごく大切なポジションでいる娘役さんだと思いますので、これからもどんどん素敵なお役を見せてほしいなって、うん、思いました。はい。 さあ、そして、清吉を演じたのがこの方。赤月千聖さんということで、ありちゃんですね。いや、もうね、ありちゃん、本当にね、良かったです。今回も救いようがない役なので、この清吉という役はね。で、杉田屋の、まあ、兄弟弟子なんですけれども、天海祐希さんが当時演じてらっしゃって、もう、なんてクズなんだって思ったような役だったので、本当にこの役は、ありちゃんがどういうふうに演じるんだろうって思ってましたけれども、 いやいや、もう本当に憎ったらしくて、本当救いようがなくて、なんなんだこの男はって思うよね、こう。アリちゃんが見事に見事に演じてくれて、もうアリちゃん本当に素敵な男役さんになったなと思いましたし、いや、責任あるポジションに立つ男役さんになったんだなーって本当に感心しました。もうこれからはね、新生月組の3番手さんですからね、しっかりしっかり、あの、もっともっと魅力を見せて引き 輝いていってほしいなって、うん、思っています。もう本当に素晴らしかったです、ありちゃん。はい。さあ、そして、ハンジを演じたのが、この方。大月杏さんということで、いやもう、もちなっさん <laughs> 素晴らしかったです初演で鈴風舞さんが演じていたもうこのお役は本当にこの作品の中でなんて素敵な男の人なんだって思うような役でまあねお久美ちゃんを思い続けて思い続けて、まあ、最後はねあの杉田屋も辞めて自分の思いを貫くというお役なんですけれども いやーいい男なんですよ、このハンジさんが。そしてまたそれを演じるチナツさんが、本当にいい男なんですよ、もう。色っぽくって男気があって誠実でね、もう本当に素晴らしかったです。もうね、幕合いでお手洗いにね、並んだ時も、もう皆さん、本当にハンジさんがいい、ハンジさんがいい、チナツさんが素敵だったってもう口々におっしゃっていて、 いやーもうね、本当に男役の美がここにあり、もう千夏さん本当に素敵でした。もうね、二番手さんということで、これからどんどん活躍してほしいなって思っています。本当にかっこよかったかっこよかったはい。<laughs> さあ、そして、おみっちゃんを演じたのが、この方。海の美月さんということで、いやーもう今回海ちゃん MVP でした。私の中で。本当に。 いやね、こ次郎のね、まあ、思い人、幼馴染みということで、初演では小玉愛さんが演じていらっしゃいましたけれども、いやーもうね、私ね、小玉愛さんの演技が素晴らしすぎて、この再演は結構難しいんだろうなって、初演の時から思ってたんですよ。なんですけれども、もう今回、うみちゃんの演技が、本当に素晴らしくって光っていましたね。うみちゃんの、 本当に、本当にうみちゃんの力が大きかったなって私は思いました。そのやっぱりおみっちゃんという役は、そのね、まあ、若い恋も何だか知らない時から家事を得ていろんなことを経験してるおみっちゃんというこの長い期間を演じて、それぞれのその気持ちの移り変わりっていうのを微妙にね、演じ分けていかなければいけない難しいお役だと思うんですけれども、本当に海みちゃんがその時その時のおみっちゃんの心情をとって ってもうまく繊細に演じていて、いや、歌も素晴らしかったですし、もちろん、なんかおみっちゃんが乗り移ってるのかなって思うぐらいに、いやー、もう本当にうみちゃんが素晴らしかったです。もうトップ娘役とはこういうものだっていう感じで、いやー、もうこれからがね、楽しみでしかないですね。私は本当に感動しました。うみちゃん、本当に素晴らしかったです。はい。さあ、そして、こうじろうを演じたのが、この方。 岸かなとさーんということでいやーもうね本当に<や>さんかかっこよかっこたですもう文句なし本当にもうなんか息がよくて切符がよくてねでもちょっとなんか女の人にはテレ屋さんでうまく自分の気持ちをうまくね伝えることができないそんな不器用な男なんですけれどもそんなねなんかコウさんを。 レイコちゃんが本当にうまく演じていて、レイコちゃんが今までこういう役を演じるっていうイメージが私はあんまりなかったので、いやーどうなるんだろうなと思ってたんですけれども、いや、私のもう本当に思っていたコウ郎さんを <laughs>、本当に思い通りにレイコちゃんが演じてくれていたので、すごくすごく感動しましたし、こうさんとおみっちゃんの並び うみちゃんとれいこちゃんの並びも本当に素晴らしかったですし、素敵でしたし、いやーなんかれいこちゃんのこうさんの懐の大きさというのが、本当に役としてもしっかりと現れていて、れいこちゃんとこうさんがしっかりリンクしていて、あの、 なんかもう大好きになりました。れいこちゃんのことも、お母さんのことも。うん。それぐらいね、あの、麗子ちゃんにぴったりでしたし、このお役でスタートが切れて本当に良かったんじゃないかなって、うん、思いました。やっぱり日本物の,のね、その、まあ、お衣装の着こなし、セリフの言い方、所作とかも本当にす素晴らしかったですし、 いや、すごくすごく考えて、研究して、コウさんという人を作ってきたなって、うん、思いましたね。みんなに慕われる、そのコウさんっていう人物像もうまく出ていましたし、それが、これからの、新しい月組を背負っていくレイコちゃんとも重なりましたし、いや、本当にね、本当にもう素晴らしいしか言うことがなくてごめんなさいっていうぐらいに、本当に素晴らしかったです。本当に感動しました。うん。歌もお芝居もね、本当にどちらも素晴らしかったです。はい。 ということで、そんなね、月組さんですけれども、ライブビューイング、ライブ配信が決定しています。10月30日、16時公演ということでね、今回千秋楽ではありませんけれども、まあ、全国の映画館でライブビューイング、そして、 ご自宅でね、ライブ配信見れますので、もうこれ絶対皆さん見なきゃ損なので、ぜひ見てください。本当に見てください。もう新生月組楽しみしかありません。でもね、先週楽は11月3日までなので、まだね、劇場に見に行かれる方は、ぜひね、まあ、この動画を少し参考にしていただいて、楽しんでいただければ嬉しいなと思っています。 はい。ということで、もう今回は思いが溢れすぎてすごく長くなってしまって皆さんごめんなさい。もう本当にすいません。ということで私のね、この熱い思いをお届けした今回の動画、面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると、私も励みになります。よろしくお願いします。さあ、それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。